はい、じゃあ今日はですね、明太子いただきましたので、明太子チャーハン。明太子は炒めると面白い音が鳴り響くんで、最後までぜひ見てください。はい、いつも通り卵白を入れて、ご飯が結構硬いんですよ。なんでめちゃくちゃパラパラになりやすい。じゃあ明太子とネギ入れます。パチパチパチと花火みたいな音がします。であんまりやりすぎるとパサパサになっちゃうんですけど、今回はあえて結構火を入れます。めちゃくちゃパラパラですね。今日はここに明太子を乗せます。